Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Wir haben heute eine neue, ja, ein neues Event bekommen. In Bechern schwingende Lieder. Also wird es wahrscheinlich gesoffen. Ja, Klinge aus der Ferne in Bechern schwingende Lieder Akt 1. Da sind wir jetzt gerade im Mondstadt angekommen und ja, wie immer werfen wir uns in das Event rein. Keine Ahnung, was uns erwartet. Aber wir werden es uns anschauen. それでは確認させていただきますね。はい、リストにある任務はすべて完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただきありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければこれほど大量の依頼処理できていなかったでしょう。ひひ、お安い御用だぜ。でもこの2日間確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただモンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。え、どうしてだ？はい、そうです。今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては1年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。あのセピロス騎士の二人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？あ、ガイア、ちょうどよかった。連絡手段の方に走って行ってるんだ。心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。代理団長が本部にみんなを招集して、その手紙を開封することになったんだ。なるほど、それなら安心。ってちょっと待った、今なんて言った？セピロス騎士団の大団長って、噂に聞くあの遠征の指揮を執ってるファルカ団長のことか？ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかいなんだな。よく耳にするけど会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陣団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、おいらすっごく気になってたんだ。それに遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに具体的な動きを耳にしないし。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間がある時にでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか？栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。うん、じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。Und zack. Schon haben wir wieder einen Auftrag.
いざ。しっ。行こう。Ja, ist mir ja falsch. Falsch abgebogen. So, ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet alles. Sate, どうやら人も揃ったみたい。あら、かわいこちゃんにバイモンちゃん。あなたたちも来てたのね。ああ、さっき冒険者協会の近く。おお。なんだかそう固くなるな。俺が知る限り大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。Stimmt, den kennen wir noch gar nicht, den Großmeister, ne? ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。彼は以前エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた実直な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。全員揃ったようだな。みんな静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。ミカ、任せたぞ。はい、ジン団長。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。ではファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか。ファルカだ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。よかった。はあ、手汗でびしょびしょになってたよ。あの、続けていいでしょうか。ああ、続けてくれミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの指揮者の隊長だ。え、隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが結果から言えば、今回隊長は俺たちに牙を向けていない。かっこおそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。経歴や出身を見抜かれないよう、やつは仮面で全てを覆い隠していた。だがやつは紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら神々へ挑むことを恐れていなかった。やつならばクレイのクレヨンを使って遺跡守衛のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこお前らは試すなよ。かっこ閉じ。偵察兵によると、隊長は3日前
命令を受けてナタへ向かったらしい。ようやく奴を警戒する必要がなくなって、俺らもぐっすり眠れそうだ。奴の行動が俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だがそれを加味しても奴はまだ俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。遠征隊の奴らはモンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。モンドの民と一緒に祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるように。ファルカ。推進。隊長と俺どっちがすごいかというと、この俺に決まってる。隊長なんざ騎士団には10人もいるんだからな。はあはあはあ。手紙の内容は以上です。Okay. ありがとうございました。ミカ、ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。Auf jeden Fall ein Eisnutzer. Zui Zui Shin, Kami ga tari nai kara koko ni kaite oku ze. Lisa, omae no mes. Ara, wada tokubetsu na message no yō da. Lisa, mina, daidanchō ga itta yō ni, suujitsu go ni buryū sai ga kaisai sareru. Kono taimingu de, ensei karera wa mondo ni modori, tomo ni matsuri o tanoshimu koto wa dekinai. Da ga,ブリュー祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り職務に励んでほしい。もちろん休みの間は適度にリラックスしてくれ。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの隊長の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりもブリュー祭ってただで飲み食いできるお祭り。可愛い子ちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは。うん、そうだな。Hey, wo will ich jetzt privat? Trefft euch? Ich wollte gerade sagen, das war der falsche Fokus. Kitaka, Lisa. Daidanchōの手紙は、旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて、もし時間があったら少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。ジンは数日前からあなたたちのことを話して。リサゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。ああ、モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だからな。大切な思い出もたくさんあるし。そうだ、ジン団長、ブリュー祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。ああ、もちろん。ブリュー祭はバドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になるとモンドには西風が吹き始める。これは収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようと、あの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、ま
さに風神のイメージ通りだな。そのためモンド人は西風をブリーズと呼び、ブリュー祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。かつてはこの時期になると住民たちは新しくお酒を作り、翌年のブリュー祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。人々が熟成したお酒を開けるということには風神を招いて共に飲むという意味がある。風神がそのあいつの性格からして来年もみんな美味しいお酒が飲めますようにとかじゃないか。祝福の具体的な内容は私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって全く別の形になってたりするからな。例えばモンド人は風の花はどの花なのかって議論、いわゆる民間伝承の一つね。ああ、本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い、毎年この時期になると異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、ブリュー祭の時期は最も、おお、だから大団長も手紙に俺たちの思いも風に乗ってお前らの、今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェア。ああ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。おお、なんだか面白そうだな。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼されたの。レザーは放浪寮の狼に育てられたって言ってたぞ。両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろ。ええ、そうね。すべてお見通しなのね。さすが可愛い子ちゃん。これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた。人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。しかし大団長もきっとその点を考慮しているはずだ。もしかしたらレザーのことを考えた上で、okay. このタイミングを選んだのかもしれない。Das klingt sehr interessant, ja. それも一理あるわ。かわいこちゃんたち、お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあってもすべてを打ち明けてはくれないの。
あなたたちはレザーの信頼できる友人。え、よろしく頼むわね。それからできればたくさん元気づけてあげて。あの子くらいの年頃はケアとサポートが最も大切だから。Mann, ihr Kinder, wie alt ist denn Razor? Razor ist doch kein Kind mehr, oder? Razor war früher Hororio in der Nähe, oder? Wenn ich das gestern gehört habe, dann... Ich habe大雨の中を歩けば精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は、おい見ろよ、清泉町の狩人たちが使ってそうな狩り用の罠が。お、何か見つけたのか。雷元素の痕跡。あ、まさかレザーか。おかしいぞ、以前は狩人たちが活動するエリアを避けてたのに。とにかく痕跡をたどって探してみよう。見ろ、この先に罠があるぞ。どうだ、雷元素の痕跡は感じるか。雷元素の痕跡は放浪寮の奥まで続いてるみたいだ。このまま先に進もう。レザーいるか。よし、これで最後の罠も設置完了だ。レザー、ここまでついてきてくれてご苦労だった。平気、走るのは得意。ん？レザー、どうしたんだ。知ってる匂い、遠くから。レザー、あれ、ルラフも一緒にいる。ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシ、農作物を踏んづけたりブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人、安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たち狩人に声をかけてくれたんだ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーも随分成長したな。以前は狩人たちそう言うな。今回うまくいったのはレーザーのおかげなんだ。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから。おう、でもオイラたち別。ああ、俺レーザーは本当の両親に知りたい。でも、知りたいけど知りた。旅人、さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか。レザーには気持ちを整理する時間が。レザーの言葉を聞いて、ザッ、ここ最近俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。ただ俺はこう見えても父親だ。子供についてはディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて。つまりレザーも本当の親に捨てら。そうだ、それが一番重要な問題だと思う。もしレザーは自分のペースで成長してる、すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、過去だが、実の両親に関する情報を目の前に突きつけられた時、
ドラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。別の立場の人だと。確か神団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？そうか、レザーに。おう、ラジャーだぜ。じゃあレザーを待たせないように早速実行しようぜ。レザー、どうだ？まだ考えてる。心の中が変。ファルカ、俺に優しい。名前をつけてくれて戦いを知ってるか。ファルカは手紙を書き終えたのに、わざわざレザーのことを裏に書いてお前の両親のものを渡すようにリサさんに頼んだんだ。つまりそれがお前にとって特別な意味を持っているって考えたんだ。それにたとえ何があっても旅人とオイラ、リサさん、それにその通り、茶色の猫おじさんもお前を応援してるぞ。braune Katze。 ありがとう、決めた。先に行ってくれ。俺は手元の仕事をさっさと終わらせて帰るつもりだ。So. Zurück ins Büro. Das ist aber auch eine große Legendenquest, oder? Für das Event. Also eine sehr informative und vollgestopfte, so storymäßig.Glaube ich, hier oben noch ein bisschen. Bisschen größer ziehen, oder? Keine Ahnung.元気そうでよかったわ。もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりでまだ開けてないの。もし決心がついたら自分の手で開けてみて。うん、もうついてる。お、箱の中は細々としたものばっかだな。てっきり手紙とかそういうのがあるもんだと思ってたけど、まさか時間が経ちすぎてファルカが他の木箱と勘違いしたのか。匂いがする。お、匂いってずっと昔嗅いだことがある匂い。あの人たちの匂い。人間のパパとママの匂い。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も一種の才能なんだろうな。あれ、この毛糸のぬいぐるみ、おい見ろよ、このボトル空じゃない。ま、それに紙が貼ってあるぞ。サウザン…あら、そのボトルの中身サウザンドウィンドブリューなの。師匠、知ってるのか。ええ、噂によるとサウザンドウィンドブリューはモンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。さまざまな方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でもこの特性は
酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。狼ちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまりきっと重要なものなんだよな。あ、そうだ、レザー、せっかく鼻がいいんだから開けて匂いを嗅いでみたらどうだ。もしかしたら何かわかるかもしれないぞ。わかった。あれ、すごく真剣に嗅いでるぞ。どう？甘くてひんやりしててちょっと苦い。好き。いろんなものが入ってる。でも本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか。もう少し嗅いでみる。いいのよレザー、自分を追い込む必要はないわ。うまくいかないときはどうすればよかったかしら。違う方法を試す。その通り。偉いわ、師匠の言葉をよく覚えてたわね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっとサウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って聞き込みをするといいわ。うん、たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、お前がデュラフとオオカミたちの間を取り持ってくれたように架け橋になるぜ。わかった。じゃあ俺先に帰る。人間のパパとママのことルピカに教える。開幕式でまた会おうな。Es geht immer noch weiter. Gucken, ob wir heute noch zum Event kommen. Das habe ich nicht aufgepasst.これほど美しき景色を見れば、この旅。したくなる。どうであろう、手元に歯があるのなら拙者が草笛で。übernächster Tag。Also noch ein Tag vor.Bin gespannt. Nach Quellingen? Alter, das sah cool aus. Mina, matasete na.今年のブリュー祭も無事に開幕できた。祭りの期間はモンドの住民の方々をはじめ
世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は風神バルバトスの帰還を迎えるために、灰揚げの儀を行う予定だ。風の導くままに。風の導くままに。レイザー、もう来てたのか。ああ、人がたくさん。さあ、こっそり人探しに行くぞ。人さ…うん、情報通でお酒好きな吟遊野郎を探すんだ。ベンティー、何か知ってるかもしれないからな。やあ、旅人にパイモン。この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言って、おいら騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ、結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい？まあまあ。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。おや、なんとも懐かしい名前だね。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。歌謡、よくわからない。悪くない返事だね。じゃあこれらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、美酒のボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。美酒はどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させ美酒となったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに、酸味ある雫は甘くなり、粗雑な香りは潤わん。 Yeah, yeah, singt ja gar nicht. Er erzählt's nur. 待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡、お酒と似てる。少し甘くて少しクラクラする。レザーはともかく、オイラもよくわからなかったぞ。醸造のことは言ってる。ぼんやりとしたロマン、これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。おい原油野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それに歌謡にない内容をでっちゃ、香りの秘密を知るには自分たちの力、自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？信じる。俺。Oh, 試してみたい。Reiser will Wein herstellen. 自分でお酒を作って、お酒を作る方法が分かれば、パパとママのお酒に、ああ、その人たちのこと。レザーがこう言ってるし、原油野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。安心して。自由にやればいいさ。
あのホザーリアから大丈夫。楽しく真摯な気持ちで取り組めば必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。かよ、うん、師匠に聞かせる。それから自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ、ああ、覚えた。Okay, das war die Event-Legenden-Quest, Leute. Okay, das sieht sehr cool aus. So, das war die Event-Legenden-Quest. Wir machen hier einen Cut. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und dann geht's mit den Folgen im Event selber weiter. Haut da rein. Ciao, ciao.